ようございます。おはようございます。田村くん、寒い寒い、ね、一度めっちゃ寒い。今日はですね、ああ寒い。昨日パスタイムさん、おととい、高根さん、高根トラウトマウンテンさんで、今日は新潟県最後、遠征の最後、八海フィッシングスペースさんの方に、はい、お邪魔しております。八海さんも何回も来てるんで8回以上来てます、はいはい、ということで、今日はですね、そこせんとかのレンタルの日なんですけど、ちょっともうすぐ終わりそうなので、ここね、つらしてもらうことにしました。なぜか、皆さん分かりますよね。0度、1度、2度どこでずれる、田村くん。ボトムです。そうですね。そしたらボトムといえば、そこせんですね。これしかありません。で、これがですね、田村くん、昨日届いたんですよ、EMT さんの方に。で、私たちも遠征来てるんで、製品版、販売版は持ってないんですけど、このレンタルロット、今日これ皆さんに釣ってもらってるやつ、これで私がそのまま釣っちゃうと PE で、はい。で、これ見て、これカラーリング、田村くんのセンスなんですよ。一応ね、17イージスに合わせたらです。で、イージスでも全然俺が釣れるってことを皆さんにお見せしようと思います。なんでネオさん、イージスじゃないの、 SF じゃないの、リールインじゃないの。いや、イージスで釣れます。イージスはとてもイージス、はい。ということで、このレンタル用の底線で、田村くんのセンスのつけた、このなんかよくわからない、これを多分ね、何本かあるんで、レンタルが分かりやすく赤くしたんだと思うんですけど、まあ、うまく言えばこれに合ってると、リールにイージスに、はい。で、ルアーはプラチナムじゃなくてプレミアム X 0.7 スパークグローベージュ、はいはい。じゃあちょっ と、お客さん結構多いので今から映るお客さんは OK いただいたんで、はい、バチボロ使ってる方なの でこっち側でちょっと釣らせていただきたいと思います。ここがすごいのはね、ライン全く見えません。このライン、この位置はだけど、私はラインなんで見えないところで釣るか分かりますよね、田村くん。はい、なんでしょう。そこ線だからですね。そうです、こさもうね、感度で釣っちゃうから、もうマーカリーが見えなくても釣れちゃうんですよ、はい。これでいきたいと思いますんで、はい、じゃあよろしくお願いいたします。じゃあ行きます、はい。3回フリップしてボトムで釣るんで、3回フリップしてそのままボトム取っちゃいますね。やっぱね、1度2度だと完全ベタボトムなんですよ。だちょうど底線に向いてるんで、理想はやっぱりこの駆け上がりについてる魚を取るっていうコンセプトでこのロット作ったので、その条件に今ちょうどぴったりなんですね、今日の条件が、はい。細いバイトあるんですけど、多分これ乗らないんで、一応合わせないですね。このまま大きく、あ、はい、食うまで待ちますね。よし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 、来てる来てる来てる、食え、一気に行け一気に行け一気に行け、よし、一気に行かないな。小前バイトで止まって、来た、うわ、田村くんなんだよこれ、ね、乗らないのなんだ、田村くんのせいにするって、ひどいな俺もな、責任転嫁やばいね、田村くん、なんで田村くんのせいにするんだろう、自分で合わせミスしといて、田村くんなんだよとか言ったんだよ、ひどくないよ俺って。最近ちょっと俺あれだよね、田村くんも俺のこと最近横暴だって言ったよね、この間車の中で、ちょっとネオさん最近言い過ぎじゃないですかみたいな、ちょっと仕送ってますよねって言ってないだ、田村くんあ、P ですか、はいはい。それも底線使ってもらえばだんだん皆さん分かると思います。合わせて乗るバイトと合わせても乗らないバイトが、はい、うわ、合わせても乗らないバイトはやっぱり合わせない方が場が荒れないと思います、はい。来た、はい、あとは田村君の腕次第ですかね。ちょっと今ライザーそこにあったんで狙うね。もう来た、あれなんかフォールできちゃうね、フォールできていいんですかね、田村さん。いいんですよね、別にね、何でもできるもんね。シェイキングなめちゃいらっしゃるからね、このドットね。はい、行きます、はい。またフリップ2回入れてフォールさせますね。
でフォール中に来たらなんかちょっと暖かくなってきたんですよ。今太陽出てきて、もしかするとボトムの上で食っちゃうかもしれないんですけど、あ、来ましたね。はい、一撃ですね。やっぱちょっと移動しての1投目はこうなりますね。はい、よいしょ、ピュー。でも田村君さ、新潟すごいね今。やばいよね、新しい釣り場さんどんどんできてきてるしさ、アングラーさんも増えてきてるし、新潟暑いよな。なんか田村君新潟引っ越したいとか言ってたもんな、さっきな。はい、行きます。ちょい投げ、ちょい投げで直狙います。フリップ入れないでこのままフォールさせますね。で、かき上がり直接ぶつけます、ルアーを。で、直接ぶつけてそこで止めて待ちます。来い来い来い、よし、来てる来てる。いや、これね、これが甘いんだよね、バイトが。もっといけもっといけ、さっきこのぐらいでバイトあったからな。来た来た、田村君来たよ。はい、カメラの角度今日難しいんで、お客さんいるんで撮れないんですよね。田村君めっちゃ大変なんですよ今日は。はい、はい、行きます。フリップ2回入れてフォールさせて、ちょっと変な角度でごめんなさいね皆さん。今フォールさせて、はい、で今ボトムついて、うわバイト、よし来い、よし来い、よし来い、来た、うわ乗んね、来た、うわ乗んなかったけど来たよん。その後に同じやつが、同じやつが食ったと思います。はいはいはい、はいはいはい、すげえ感度です。あのさ、 5.2 フィートだからめっちゃさ取り回し楽なんだよね。これさ、なんで 5.3 なんか短く感じて、これ短く感じないんだろう。カラーリングのせいかな、全然短く感じないよね。え、田村君なんかそれまずいの発言。いや全然、なんか今なんか短く感じない。イエーイ、ワン、ツー、スリー。田村君魚見えんだよこっから。でも遠投してるから、ほらほら遠投してるから、あの警戒心薄いんだよ多分あの人たち。この角度で撮影って珍しいと思うんだけど、俺も自分でさ、この後ろから田村君が撮ってて俺がこっちから投げるって、俺もすげえ斬新で新鮮だよね。ほう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 、これ田村君絶対釣れると思うよ。いい、ワンフリップ入れてフォールしてボトムついた瞬間来るよこれ多分。これ絶対釣れる、これ釣れなきゃやばいよ。来い、ほら来た。まあ絶対間違いないと思う今のは。あそこで釣れなかったら俺もトラウト業界やめるから。なんかやっぱちょっと俺過激発言、過激、ちょっと塩食っちゃってる、塩食っちゃってる、田村君塩食っちゃってる。いきます、ワンフリップ。これも絶対釣れるとこない、田村君絶対釣れるとこ入った。ほら、なんてすごいんだろう、なんでわかるんだろう。皆さんも経験積むとねこうなるんですよ。で、底線なんで感度が出るんでね、簡単に釣れるんですよこの感度は。皆さんもこの感度もう売ってないけどね。はい、行きます、ワン、ツー、スリー。なんかあったよねこういう番組。あ、でかいのいった、でかいのいった。これ絶対釣れると思うから来てくれ、来てくれ、風で持ってから。田村君さっき、あの田村君あれ
猿すごかったんだよね。すごかったですね。何匹ぐらいいたのあれ。30匹ぐらいいたって言ったよね。俺たちに10匹ぐらいいたって見えたの。ねえ。でなんかこれ本当風すごいんだね。なかなかレイナナここまで持っていけないよね。来た。レイナナ持っていけないよねあそこまでね。いや感動すげえな本当にこいつ。尋常じゃねえよこのロッド。マイク入れやる？いいか。もう売れちゃってるから。これマイク入れやったら FG 超えるなんだと。いきます。飛距離も出るしね。フォールしてフォールして、ちょっと風があるんで、ティップを向けてますね。風が吹いてくる方向に。じゃないとちょっとね持ってかれちゃうんですよ。来た。よし OKOKOK いい感じ。バイトいい感じで来てるよ。よし俺この釣り好きだな。わ、また持ってかれた。風でまた持ってかれた。うわ、また持ってかれてる。めっちゃ持ってかれてる。すごいねこれ。なんでこんな持ってくの風。よし来た。何よ田村君、俺掴んだ。全然何も言ってくんねえの今日田村君。つまんねえな。掴みましたねとかも何もないんだね本当に。めっちゃ取り込みやすいんだけどこれ、この短い竿を。はいはい、1、2、3。なんかたまに面白いこと言わないで急にあられちゃん降ってきましたとか言ってんの。スリーフリップで、はい、これ絶対釣れると思うか。すげーとか言った。ステイしたら絶対魚来るんじゃないかな。なんか俺が乗ってきたんで今、はい来ましたね。はい、完全乗ってきましたね。自分で分かんないよね乗ってくるとね、長年やってるんで。はい、全然田村君の顔がね、鼻が真っ赤になってるんだよね。もうなんか俺に集中するどこじゃないって感じ今。田村君は寒さに耐えてる感じ。俺はほら下もあったかい上もあったかい、はい、心もあったかい。はい、バイトシーン撮れたら最強なんだ。あ、来た来た、行くよ。これいけるよ。シェイキングで持ってくるよ。よしよし、ここでこれでしょ。どう、いたいたよね。俺には何も見えない。来た。こんなの取れたら天才だな田村君。だって俺には何も見えてないんだよこれ。俺何にも見えてないよ、魚もバイトシーンも。ひたすら感度だよ、ひたすら感度で釣ってるだけ。はい、行きます。もう一回シェイキングで、撮影できるポイントまで持ってきます。シェイキングシェイキング、めっちゃやすいんだ、めっちゃやりやすいんだけど。はい、田村くんが撮れるかなところまで持ってきてボトムステイ。来い来い。ちなみに俺はサイトじゃないです。俺には見えてません。感度でバイト待ってます。来ないね。今度来ないね。よし。来た。また来た。よしよしよし。入れ食いだ。止まらない。バイトが止まらない。本気出すとこだよ。何笑ってんの？本気出してないけどね。あんまりね。なんか10連発ぐらい来てるんだ今な。やべえな、掴んじゃったこれ。あのたまに切ってるけど10匹ぐらい連続で釣れてるから。そうですね。掴んじゃったっていうか魚がいるとこが分かっちゃった。はい、じゃあ行きます。はいはい、3回フリップして、もう来てる、もう来てる。あ、逃げちゃった。魚逃げちゃった。何よ、全部逃げちゃった魚。今の一発でいたやつが。俺何やってんのこれ。来てる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 。雨すげえ。なんで今日も雨降ってきちゃったんだろう。
車両攻撃、車両攻撃、車両攻撃。田村君、今日も雨になっちゃった。3日連続雨。どうする？はい。3日連続雨と雪。さすが。新潟ってね。新潟ってる。新潟ってるって言うの？雪が降ること、新潟ってこと、新潟ってる。すごいね。鈴ぶってるとかね。塩食ってるとかさ、もう俺やばいなと思うから、はい、塩食ってるまずいね、一番、はい、はい、ワン、ツー、スリー、もうちょっと雨が強くてラストですね、カメラ壊れちゃいます、はい、ボトムステイしてます、ステイしてます、一気に入れ入れ入れ、これ上がりますですね、イベントも終わりますです、はい、これでさようならです、はい、これでやめます、さようなら。